はい、というわけで、ですね、ゴールデンゲートブリッジを見てまいりました。これ今からどこに向かっていくかというとですね、ロンバードストリートというたった 200m の間にですね、8回も急な S 字カーブがあるという、ドライバー泣かせのジェットコースター坂道があるということで、そちらの方に向かっております。今もちょうどこれ、もうロンバードストリートなのかな。これ結構ね、やばいらしいんですよで、観光客しか通らないっていうらしいので、せっかくレンタカーがあるので、せっかくだから楽しんでみようかなと思っております。ゴールデンゲートブリッジすごく綺麗でした。映像でお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうか。結構ね、いろんな映画でこのゴールデンゲートブリッジは使われていて、私の記憶しているのではですね、さあ、いよいよここが坂道の、ぐねぐね曲がった坂道の入り口でございます。おーっと、すごいな、なんかやっぱり観光客が多いですねなんかみんなとみんな来てるなさあ、これは実際歩くよりもやっぱり車で走った方がスリルを味わえるような気がしますね。よいしょ。じゃあ行ってみましょう。標識見えるかな？よいしょ。これが標識です。今ここを走っていい速度が時速5マイル。時速キロに換算すると時速8キロですね。ちょっと軽く走るぐらいな感じなんですけど。うわ、ちょっと待って、これちょっと引いちゃおう。どれぐらい乗るんだろう。こうした方がいいかな。うわ、これはこの感動はちょっとうまく伝わるかな。ちょっと片手走行、片手でハンドル握っちゃってあれですけど、どうだろう、見えるかな。よいしょ、こんな感じの坂道です。あ、みんな写真撮ったりしてる。よいしょ。これこうした方がいいんだな。よいしょ。おー、これセット。これさ、絶対わざと作ってるはずだよね。なんか名所作ろうみたいな感じ満載だよね。よいしょ。うわ、ジェットコースター並みだ、これ。これさ、おお、すごい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 。はい、終わり。これだけっていう感じですけど、これだけで。見えますか、これ。行きまーす。ストーンって落ちる感じ。おお。はい、というわけで坂道体験でございました。これからですね、ツインピックスっていう2つの丘があるところに行きたいと思います。こちらはですね、サンフランシスコの街が一望できるということで、非常に面白い場所になっているそうでございます。やっぱりね、サンフランシスコの街はすごいね。やっぱこの坂道が本当にすごいなっていうのは思います。よいしょ。これ結構歩くとやっぱ大変だよね。おっと、
すごい坂道今度は下り、一気に下りですね。すごい路面電車走ってる。ニューヨークにはないんで、やっぱこうやって見ると嬉しいですね。着いたー。おー、よいしょ。というわけでツインピークスに到着でございます。どんな感じかと言いますと、こんな感じでサンフランシスコの街が一望できます。おー、すげー、これはやばいっすね。すっごい気持ちいい。さて、どんな感じかってずーんと拡大していきますね。こんな感じでサンフランシスコの街が一望できます。おー、すごいな。いや、これは結構感動ですね。はい、というわけで、サンフランシスコの街から、今日はお届けいたしました。最終地点がこのツインピークスなので、なかなかいい感動的な終わり方じゃないかなと思います。何回かに分けてお届けしました。ロサンゼルス、ハワイ、そしてサンフランシスコの旅、これにて終わりたいと思います。シリーズを通して、ご覧いただければと思います。詳しくは概要欄にですね、各リンクを貼っておきますので、どうぞご覧ください。ではありがとうございました。